どうも、こんにちは。ミスター GT5 モッドです。前回ボクシング動画を上げたんですけど、思った以上に市民の皆様から反響がありまして、ぜひ俺もやらせてほしいと。名乗りを上げる声がね、多数ありました。まずはこちら。誰でしょう。マイケルとジミーやん、これ。息子と父親の、親子喧嘩や、これ。しかもなんかゴルフクラブ持ってさ、親父は。で、息子は野球のバット持って。いやいやいや、うわ、すげえ、マイケルの一方的な、お前。息子に対しても慈悲はないのか、お前。よっぽどのことされたんだろうな、おそらく。ジミーから。例えば、財布の金盗まれたとか、ね、へそくり全部持ってかれたとか、通帳の金下ろされたとか、ちょっと許しがたいことをされたんだろうね。だとしても、ちょっとゴルフクラブはないけどね。これ、殺しじゃねえかよ、もう。息子も息子で、お前、親父のこともっと大切にしろ、おい。何やねんこれ何を見とんねんこっちは何を見せられてる面白いこれね全うおーすごい交差したねクロスパンチお蹴り入れた初めて蹴りを使ってきたおい聞いてねえよジミーお前蹴り使ってよかったのかよみたいなうるせえ親父ルールなんかねえだろボケ朝俺のパン食いやがってよお前ふざけんなお前あのパンは俺のだったんだろうるせえよパンに勝手にバター塗りやがってよ俺はバター無理って言ってんだろバラはバターアレルギーだって知らなかったのかよ知らねえわそんなの今初めて聞いたわって親父失格だボケ二十何年間俺のこと育ててきておいてよおむつすらまともに変えたことねえだろ俺のうるせえ黙れこのひきニートはおめえいい加減働けよボケみたいな見苦しいのでそろそろ始末をつけましょうさあどんどん行こうどんどん行こう続いてはおなんかパッと見ジェイソン13日の金曜日からジェイソン選手が参戦そしてもう一人は誰と誰かジェイソンとやってんのこれあフレディじゃねこれエルム街の悪夢かエルム街の悪夢からフレディが参戦してるすげえうわ夢何これすげえホラーファンにとっては超興奮ものだよねまさかのホラー作品の主演級の対決だよこれエルム街の悪夢から13日の金曜日からねえ水死して死んだジェイソンと焼き殺されて死んだフレディね相対する属性によって殺された火と水の対決ですよねそしてフレディのねあの愛用してる武器爪がね GT5 にないからああいう武器がちょっと飛び出しナイフみたいなの使ってるけどねちょっとそこは不本意だなフレディなんかちょっとかわいそうだなさあ刺しまくってる左肺を突きまくってるぞフレディいいねフレディの一方的な攻撃に耐えきれるかこれジェイソン。やばい、ジェイソンそろそろ死ぬんじゃねえか、ちょっと。不死身と言われてるジェイソンだけど、さすがにこんだけ刺されればね、夢の中からしか出てこれないわけだから、フレディ。夢の中から、ジェイソンがね、ああだこうだして引き出したってことか、これは。あれ、ジェイソン VS フレディっていう映画確かあるよね。あれ、なかったっけ俺見たことないけど、なんか聞いたことある気がするな。ちょっと見てみたいとか思ってたんだけど、まさか GTA5 で見れることになるとかね。ジェイソンサンドバッグだぞこれじゃあおいジェイソンファンを泣かせるなお切った切ったやり返しにかかったぞおすごいぶっ飛ばしをすごいぶっ飛ばされたぞいやージェイソンちょっとさすがに怒ったかお蹴りを使ったジェイソンまさかのキックすごいね攻撃力は腕力はジェイソンの方がありそうだよねジェイソンって2メートル以上でしょ確かうお殺したかフレディおすげえフレディがぶっ殺した。あ、やっぱね、左肺つきまくってただけあるな。うわぁ、すごい怖い。俺が始末をつける。お前を夢の中に返すわけにはいかない。夢の中に返したら終わりや、こいつは。現実の世界で、とどめを刺そう。よし。どうだロケラン食らえばさすがに。ああ、かわいそうに。また焼き殺されてやんの、お前。さあ、ラストバトル。それを飾る花となってくれるのは？お、警察官か、これ。ちょっと天候が悪いから、天候直していこう。警察官が誰を拷問してるんだこれはギャングかあ警官とギャングがやり合ってんだこれはむちゃくちゃ面白い設定だねちょっとリアルの娯楽とかでやったら大問題だけどてか大丈夫かこれ警察負けたら面目丸つぶれだし、まあ、ギャングが負けてもねちょっとギャングの威厳もなくなっちゃうけどパイプレンチとかいうかなりエグい武器持ってきてるけど警官は警棒だね正式な武器使ってるね銃を引っこ抜かないっていうかっこいいねお前相手に銃など引き抜くまでもないわみたいな余裕だねさすがの身のこなしなんかしっかり構えてるよね構えがかっこいいよね警察官のうわー今顎食らったねかわいそうにてかよく見たらこのギャングフランクリンじゃねちょっとおい俺の相方殺されたぞ
たった今目の前で警官に。お前そんなんでよくギャングこれまでやってこれたもんだな。おお、たまにはかっこいいところ見せてくれるね。やっぱこうでなくちゃね、街のヒーローはね。ああ、もう大好き、もう超好き、もうマジかっこいい。ああ、もう結婚してくれ。ああ、もう、あ、やばい、興奮したらちょっと息子が刺さって死んじまったわ。